はい、皆様、ちわちわ鉄コーポレーション代表の鉄です。今日はですね、新しくできたお店をご紹介したいと思います。富山県射水市にできたサブローベイさんでございます。サブローベイさんはですね、石川県の、ね、老舗のお店なんですけどもね、初めて富山県に出店されたそうなので、今日はやってまいりました。石川県で有名な鶏白菜鍋がいただけるお店だそうです。あんま知らんだよね。でもね、石川県がね、こういうのが名物っていうのはね、石川県の人に聞いたらね、やっぱね、結構有名らしくって、割とどこ行ってもこういったお鍋があるらしい、だそうです。はい、やってまいりました。これが鶏白菜鍋でございます。そしてね、これが鶏皮来てます。はい、鶏皮でございます。しぐれ煮でございます。ごぼうがいいアクセント。おいしい。鶏白菜鍋にはですね、お出汁が入ってないそうなんです。あのね、これからね、肉が下にあるんだけども、これをね、焼きながら白菜の水分で煮ていくという感じになっております。頑張って。はい、ジューッといってきました。お肉がね、焼ける音がしてくると、こうひっくり返してくださいみたいなね、お鍋に対して白菜多いね。でもそうじゃないとやっぱ水分出てこないんだろうね。あ、でもだいぶいい感じになってきたんじゃないのか、ね、お姉ちゃん怒るか。頑張れ、レイコ。お姉ちゃんがさ、手入ってるかどうかがわからない。あ、そうだね。あとこれ水分でできて、また煮込むみたいな感じになるんだろうね。違うんかな。何せね、初めてなんでね。鶏白菜鍋、今日はですね、親鶏にしたんですけども、トッピングで若鶏も入っております。はい、こちらは秘伝のタレに生卵、これをこう、ね、溶かして、まずはこう、いただきます。まずは白菜。あ、うまいね。これタレがうまいのかな。いつも食べる白菜よりすっげえうめえ。あ、そっか。炒めて甘みが増してるのかもしれないですからね。親鶏の本当にお肉、ちょっとね固めなんだけどもね、こうね、噛めば噛むほど鶏のね旨味がじゅわっと出てくる。いいの若鶏ですね。
おやつでした。お鍋の中に入っちゃうとね、どれがどれだかね、分かんなくなっちゃう。うん、多分これ分かる。うん。やっぱ食感全然違うね。うん。柔らかくってね、やっぱりジューシーな感じ。うん。山のスタッフさん、すっげえ可愛くなかった。ちょっと顔が緩い。ということで、いっぱいなくなっちゃいました。はい、こちらカチカチ氷レモンサワーでございます。あ、レモンちゃん、七味がある。七味ちょっと引っ掛けてる。これ何、これ辛味油、これどうやって使うのかな。いただきます。あ、いいね。うん。はい、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 あ、入れるんだ。ちょっと待って、待って。あ、後からにします。お願いします。はい、すいません。失礼します。はい、こちらの方、また火の方つけていただいて、煮込んでいったら、またタレの方につけてお召し上がりください。はい、ありがとうございます。はい、こちら、締めのうどんでございます。そのためにちょっと具を残しておきました。はい、グツグツとうどんが煮えてきました。330円ということなので、やっぱこれ頼まないとね、いけないかも。中お願いできますか。ということで、中いただきました。あ、そうでもない。ちょっと飲んでみる。カエレモネだ。レゴちゃん、いつもありがとうね。こんな俺にね、付き合ってもらってね。うん、スタッフさんも元気があっていいね。うん、はい、こちらオープンから14時までのサブローベイの定食でございます。あれやね、この唐揚げ定食とかもあるんやね。普通にエビフライ定食とか、あ、ドリンク、デザート。でね、鉄たちは今日この親鳥の白菜鍋と鶏皮頼んだのね。で、で合計したら1220円になるんか。で、鶏皮をね、頼まれる方はね、1210円で、なおかつご飯と味噌汁がついてきます。いや、お得だね。
はい、今日は三郎兵衛小杉店さんをご紹介いたしました。美味しかったね、れいこちゃん。白菜炒めたら、あれうまいですね。うちでもできるかもしれんね。ほら、割とさ、あのお鍋するときってさ、お出汁の中に白菜入れるやん。でそれが普通かと思ってたんですけども、今日みたいにね、こうやって炒めながら白菜の水分で作るお鍋、これね、美味しかった。うん、多分ね、白菜の、ね、甘みもね、結構出てくるんじゃないかね、あれね。うん、はい、というわけで、鉄コーポレーションいかがだったでしょうか。面白いと思った方、ぜひともチャンネル登録、そしてね、グッドボタンとコメントもいただけると、鉄は本当に嬉しい。これいるかな、わということで、また次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。これ、浮かないの、ね、なんかしたいんやん。いや、面白くないと思うよ。誰も見てくれんからね。